ピンポン。ワニワニパニック。ゆかりうざすぎ問題。なんやねん。実は一大事なんです。はあ、なんと、家に不審者がいたっぽいんです。はい、そりゃ一大事やないか。てか、いたっぽいってどういうことや。ついさっき家に帰ったら、ベランダにミス知らずのワニワニパニックが。お前の親族がワニワニパニック買ってきただけやろ。そんなわけねえだろ。いや、まあ、普通はそうなんやけど、早く警察呼ばなきゃ。せやな。何ワニワニパニックプレイしてんだボケ。警察を呼べやー。警察は、115。それは年俸ですね。パーク117。それは時報ですね。パーク177。それは天気予報ですね。あー110番って何番なんだ。お前もしかしてふざけてる。うるせえな。しっかりプレイしてんじゃねえ。110番なんやから、110に決まっとるやろ。天才。お前が脳からなだけ。手はかけますね。たく。あ、お母さん、どこにかけてんだおめえ。違うよ。鬼畜がいてね。鬼畜巨乳。うちのこと話してんじゃねえだろうな。めっちゃ笑ってる。なんか腹立つわ。あ、終わった。どうやったこのワニワニパニック。お母さんが買ったらしいです。案の定じゃねえかボケ。ピンポン。千代はい、目では捉えられないスピードで人をも翻弄する我々の生活を脅かす存在ブラックバレット。なんやそれ、漫画かなんかの設定か。くく、言えて妙だな。いつにも増してめんどいな。黒の弾丸ブラックバレット、その正体はこれです。キャー、ゴキブリじゃねえか。私の家では黒の弾丸と呼称します。うるせえ、変な二つ名つけんじゃねえ。あかりちゃんは黒の弾丸と対面した時どうします。とりあえず固まる。ああ、それな。私はゴキジェットを誤って自分に噴射します。お前死ぬぞ。そしてしっかりとこちらを設置。バレットホイホイ、なんか強そう。さらにはブラックキャップも実装済み。それはブラックのキャップだよ。そして極めつけは煙で奴らを一網打尽。ポリカン、バルさんやろボケ。え、でもこれめっちゃ煙出ますけど。お前それ故障してるだけやろ。危ねえから早帰ろ。黒の弾丸はハーブの香りが苦手だと聞きます。はあ、なのでこちらを。こうですかね。それはどうだろう。どこの部族の方ですかね。部族の方じゃないですよ。方法取ってつけた部族っぽい語尾やめろ。最後にブラックバレットを倒す情報をまとめる方法。語尾のせいで情報が入ってこないんですが、まずゴキジェットを誤って自分に噴射します。それは誤ってねえよ。声だよ。お次は部屋の4隅にバレットホイホイを設置。なんでブラックキャップは添えるだけ。添えんな。さらに中央にバルカンを配置。ちょっとレイアウトにこだわってんの何なの。その真上に仁王立ちをして頭にハーブを装着。見ろ我の姿を。お前その何。ピンポン。なんやこの曲は。メンマー。びっくりさせんなボケ。メンマ。あ、メンマー。どんだけメンマ好きやねん。醤油ラーメンのメンマが世界一。何ラーメン食っとんねん。ボケ、すぐに。いや、違うんですよ。これです、これ。あ、あの花な。アニメか。あかりちゃんは見たことあります？あるで。いや、おもろかった。最終回の最後のシーンなんて、涙なしには見られないでほんま。そんなあかりちゃんに朗報です。なんと、その感動の名作アニメが、ついに帰ってきます。そうなんか？こちらをご覧ください。おパチンコ。そうなんです。あの花がパチンコになって帰ってきたんです。いや、まあ、人気アニメがパチンコ化するのは、昨今の流行りでもあるし、えんやが、このアニメパチンコに適してるか？適してますよ。ほら適してねえじゃねえか。こんなん何も知らないおっちゃん真顔になるだろうが。そして、こんな煽りもあったり、生まれた先向き物やん。これは、さすがにあかんのちゃうか？まあ、賛否両論ではありますよね。スロットではこんなものもありますし、ちょっと面白えじゃねえか。なんかこれは許せるわ。なぜかは知らんけど、まあ、なってしまったのは仕方ないな。ここから作品を知ってくれる人もいるだろうし、メリットもあるっちゃあるやろ。では、そろそろお別れの時間ですかね。ああ、せやな。では最後は、この曲とともにこの動画を彩ってくれた方々をご紹介します。え？絵面の圧がすげー。